長作賞は、中華民国の軍人、北京政府、法典派の重要な位置を占めた。字は、タスクマこと、保身。祖籍は、直霊賞新州家凡人、1881年、臓器、林子の貧しい農家に生まれる。少年の時、私塾で3年間弁学にいそしむ、法典派の狩猟となる、長作林と同姓であることから、義兄弟のちぎりを、結ぶ、族となるが、 1902年に、新朝政府により、法天順防衛の召喚となる。1907年、貴族討伐の功績により、艦隊に、翌年、騎兵第三英党隊に昇進した。また、東三省総督、女性省が創設した東三省公武道の第一期生として学んだ。中華民国が成立すると、1912年、朝作人の第二十七で、 法兵団長、帰兵団長に就任する。1917年8月、第27市、第54度々町に昇進した。この年に、調査区長は、孫列進と共に、創社党による新朝復興放棄を鎮圧した。また、兵徳林、ユダマ林らによる、班長作林の陰謀も阻止している。北京政府時代の調査区長、フーズフイン、チャイナサードエド。 1918年9月、張作人が東三世順越市に昇進すると、張作省は東三省工部堂々長兼英隊、旅々長となった。1919年8月、第27市市長に、さらに1920年秋、中間内笹具軍総司令に昇進した。この時、自分の手で育成した、長学寮を抜擢している。1922年4月、第一次、 佐口ぐ家戦争が勃発すると、調作省は、東ず軍第一帝団司令を務めた。しかし、西寺を率いる長経系が直令派にもろくも、大敗したため、調作省は西寺軍の退却を支援する役目に、回った。東三西に戻ると、調作省は東三省保安総司令部総参事件、第27支市,市長として、佐佐ぐ軍の整備を主導し、直令派への報復を目指した。 1924年4月、病没した孫列神を後継して、吉林特軍検証長となる、同年9月、第二次、笹久寺家戦争が勃発すると、張作省は、沈異軍第四軍軍長として参戦し、直霊派を撃破した、民国14年12月の各省令の反乱を、鎮圧後、五衆昇る、要坂井帝羅は、反乱軍への厳罰を主張したが、張作省、 半林春は寛大な処置を主張する。結局、長作林は後者を取った。1927年6月、暗黒軍第五方面軍軍団長として、東北で広報守備を務めた。1928年6月4日の長、作林爆殺事件後に、長作省は、長学寮を擁立する。歴史を経た同年12月31日、東北変貌軍。 副司令長官兼吉林省政府主席に任じられた、調査区の民国13年以来の8年間の吉林省政は評価が高く、吉海鉄道を建設し、吉林大学を創設して、人民のために浄水場の建設などもした。1931年9月の満州事変後に、辞職し、1933年、天津の英国疎開に空居した。その後、日本は、 調作省を牢落し、満州国の養殖につくよう説得したが、蝶はあくまで拒絶した。国境内戦中の1948年10月、小介石から南京へ逃れるよう進められたが、蝶はこれに従わなかった。そのため、同年11月に、金州が陥落した際に、人民解放軍に捕らえられてしまう。ところが、中国共産党は直ちに割を釈放し、しかも、 天津まで車で送り出している。その後、省から国民政府国策顧問となるよう再び誘われたが、長はこれも拒否した。1949年5月7日、長作省は心臓病を患い、天津の偶郷にて病死した。去年69、長作省休廷、ありがとうございます。